こんにちは、織出健一です。さあ、自分のプレーを後からスポーツ中継風に実況するスプラトゥーン2動画、ムツゴロウのガチアサリです。チャージャーローラーがいるという、これに攪乱されると一気に前線をやられてしまう、ズタズタにされてしまうというような相手の編成です。しかし自分のチームのこの筆が積極的に行きますね。そしてやられてしまった。相手がガチアサリ作っているぞ。うん、これチャージャーに狙われている。マルチミサイルで牽制をする。さあ、これもチャージャーが狙っているかどうか。チャージャーはいなくなりました。ロボムで牽制いませんね。そこを見て、さあ前に行こうというところですが、まずはここの塗り状況を良くしてエリアを作っておきたい。さあ、これで自由に動き回れるようになりました。なおも広げていく。さあ、また筆がいってますが、大丈夫でしょうか。さあ、ガチアサリが2つできているが、1つを落とした。そしてもう1つマルチミサイルはどうだ、使わない。おっと、アサリがあった。アサリがこれで9個、マルチミサイル6本、カモンで呼んでいるが、どこに行く。あーっと、どこに行った。ガチアサリのカモンは私にアサリをくれという合図にもなりかねません。そう思ったのか、アサリを渡したんですが、逆に戻ってきてしまっていました。さあ、これで相手がアサリ20個、ガチアサリ2つ分です。ここを取られると危ない。インクがないぞ。インクの回復を優先させたいが、相手は来ませんでした。ロボットボム、牽制、この辺りはいません。敵はいません。もう一度ロボットボム、いや、ここは自分で塗っていく。潜伏している相手がいるかという、そういった気を使いながら徐々に進めていくが、あっと、どうやらいなさそうだ。さあ、ゴール前まで濡れていくが、ただアサリの数8、あと2つ欲しい。きたー、これはパスが甘くなったが、どうだ、運ぶことはできません。ハイパープレッサー効きました。そして完全にここはもう相手が守りを固めていたという状況でした。味方からのパスも虚しく、シュートゴール決めることできません。さあ、今度はアサリの数、相手が24、ガチアサリ2つ分。さあ、1つ落とした。もう1つガチアサリが左の奥にいます。これを落としに行くか、あるいは自分が今アサリ9個ですから、あるぞ、アサリがあった。さあ、ロボムで塗って、もう一つ塗って取りに行く。さあ、1個取って、アサリのシュート、1個取って、アサリのシュート、どうだ、決まった。落とせるか、どうだ、あー、落とせない。これ落としておくとさらに有利だったんですが、うまくチャージャーが抜いてくれました。じゃあ、ガチアサリを入れることには成功した。バリアを戻されて、今度は相手のターン。あー、ガチアサリが一気に運ばれてくるぞ。もう一つ今度は上から来るかどうか。さあ、ここを守りたい。二つ前方から来ている状況で、あ、これはまだ奥の方に来ている。まだこのエリアまでは来てね。さあ、来た、落とせるか、落とした。もう一つ来ます。あ、ただこれはまだ向こうですね。なかなか来ませんでした。その間にエリアを回復させておきたい。右側にアサリがある。ガチアサリがあります。マルチミサイルでガチアサリロックオン。そしてさらに一層奥に押し戻すことに成功しました。さあ、その間にこの塗りを良くして、ここのエリアを取っておきたい。まだガチアサリを持っている。そして味方もアサリを20集めています。ただガチアサリができるような形はありません。8自分が持っています。あと2つ欲しいところですが、まずはこの相手のガチアサリを止めたいところ。あー、来ている。うん、これはなんとか逃げ切りました。その間にガチアサリが前に来ている。相手のガチアサリ、やったか、これは取れない。インクがない、インクがない。うまく避けた。さあ、どうだ、拾っていく。ガチアサリが来ている。落とせるかどうか、落とした。そしてロックオン。さらに塗り状況を良くするべくロックオン。これは拾われて、シュートはされたくない。スーパー着地、これをかわして、どうだ、右側に相手がいる。これはハイパープレッサーも来ているが、これはもう自分で持っていく。9、さあ1個あるかどうか。バリア壊されました。ここでアサリを作って筆落とした。
と周りは誰もいない。カウントリードされましたが、ここで待って、待っている、待っている。ゴールが開くのを待っている。残りは8秒。どうだ、これは、来た、どうだ、入った、カウントリード、残りは3秒。一つの賭けに出ました。あの位置にもう相手が潜伏していると、もう一巻の終わりではあったんですが、相手もここはもう一気にリードを奪おうということで、前線に4人とも出ていたでしょうか。ゴールを守る人がいませんでした。その間に潜伏、もうガチアサリを作っていて完全に位置バレはしていましたが、これを落とされることなく、ゴールが生まれるのを待って冷静にゴール、そしてカウントリードを奪ったという試合となりました。まあ、なんとか勝ったという試合ではあったでしょうか。守り切ったとも言えるこのガチアサリ1戦目でした。2戦目、モンガラキャンプ場のガチアサリです。かなりこれも縦に長いんですよね。ちょうどこの前方に見えている中央付近からこのアサリを入れるこのゴールの位置まではややあります。さあ塗っていきながら相手の侵入を防ぐ、これは守りの塗りとでも言えますでしょうか。相手が来るのを警戒しながら来ていません。さあこれ前方来ています。インクレールに乗った相手がいます。スプラッシュボム来ている、まだいる、まだいる、スプラッシュボムが来る、相手のガチアサリができている、まだインクレールに相手がいる、これはどうか、そのまま、まだいるぞ。ここでしびれを切らして相手が降りてきたが、攻め込んでは来ませんでした。さあ左に相手がいる、ガチアサリもまだある、マルチミサイルでロックオンです。相手ガチアサリ持っています。まだガチアサリは持っていますが、もう一度インクレールから来るのかどうかという動き、中央に来たか、これはどうだ、落とせるかどうか、これはあっと一気に一気に相手が来ているぞ。これはもう無理をせず自分たちも攻めていく、どうだ、これは落とされた、そしてバリアを壊された。自分たちの方が早くゴールを取ろうというところではあったんですが、やはり相手の方が守りも固めていました。その間にガチアサリでゴール割られてアサリを入れられる状況。これは相手にいいようにやられているぞ。左にいる、落ちない、あー味方と被っている、味方と被っている。さあさらに相手が塗り状況を良くして、ガチアサリそしてアサリも持っている。22、あー落とされたくはない、これは落としたい、落としたい、落としたい、落とした。そしてもう一人いるかどうかというところ、いやーここはもう相手がどんどん来ています。さあ一人いるぞ、一人いるが、これはガチアサリを持たれてバリアを壊された。そしてスーパー着地、そして落としたい、落とせない、落としたい、落とせない。チャージャーもいるがなかなか落ちないところでインクレールに乗りっぱなし。いやーさらに相手も来ている、まだ来ている、なかなか落とせない、もう一人いるぞ、まだいる、相手も来ている、スーパージャンプで来ている、ローラー落とした、二人落とした、ようやくここで落ち着いたか。残りは19、全く味方も相手の攻撃止めることができませんでした。さあもうこれは入れていくしかない。しかし相手のガチアサリ、これも落としておきたいが相手落ちました。ローラー、ローラーの潜伏、余裕の潜伏だ。怒涛の攻めを見せられました。さあバリアを壊してガチアサリを持ってスーパージャンプで狙う、一気に前線へ、決まった。さあここでまたアサリ、味方が今度はどんどん入っていく、ただアサリがない、アサリがないが、どうだ、入れていく、あと1つ入れたい、カウントリード、カウントリード、今度は味方が一気に持っていきました、カウントリードを奪った。ただしかしここでバリアが戻る、ペナルティが41ついた。面白くなってきました今回のガチアサリ。これは両チームとも
チャンスがあったら一気にアサリを入れていく。次もしかするとノックアウトというシーンが見られるかもしれない。味方のガチアサリができている。相手のガチアサリはまだ運ばれてきていない。マルチミサイルでサポート持っていけるかどうか。どうだ、カモンで呼ぶ。さあいい形を作って塗っていく。ゴール前生まれていくが入った。しかしまだペナルティが消えただけだ。ペナルティが消えただけだ。ペナルティが消えただけなので、これはまだカウントは減っていない。ラインができた。入れていく。まだ残っている。まだペナルティだ。まだペナルティのカウント、まだ残って、これを入れてペナルティを消したいが、いや味方が持っていった。少しカウントを進めることには成功しました。残りは間もなく30秒。ただこれで、相手が34ペナルティありますので、まずガチアサリを1つ入れると20消えます。ガチアサリを2つ入れると同点かというような状況ですね。まだ分かりません。ですからまずはこの、あ、ガチアサリ1つできた。もう1つできると危ない。ここで抑えておきたいが、どうだ、延長する。あ、ここで2つきた。この2つが入ると逆転があるかという状況。さあ延長、なんとかこのガチアサリ1つ落とした。もう1つ、ただまだガチアサリは生まれてる。消えてない、消えていないが一つ、いやまだ持っている。さあわからない。止めたい、止めなければいけない。まずこの右側のガチアサリという前に時間が来てしまった。味方の必死の守りでした。ただしかし序盤はもう怒涛の相手の攻めで、ノックアウトもあるかという状況ではあったんですが、今度は味方が押し上げて逆にカウントリードを奪うという展開。諦めてはいけないのがスプラトゥーン2。ガチアサリこれで1勝1敗となっています。3戦目、ムツゴロウのガチアサリです。1戦目と同じステージのムツゴロウ。まずはここを塗りを広げていきながら、相手の動きも遠くで確認していきます。1人来ているでしょうか。いや2人いそうですね。まずは前方、そしてクイックボム来ているが、マルチミサイルでロックオン。ガチアサリ相手できています。あっという間にガチアサリが23相手です。さあ塗り状況を回復していきます。さあ味方と挟み撃ちにできるかどうか。カモンで呼んでいるがどうなんだ。どこに行っているんだ。ルートは作っているようだ。ルートは作っているので、カモンでさらに呼んでいる。さあアサリがあと3つ欲しいところだ。ここで味方が来るのを待って、3つ欲しい。4つ生まれた。さあこれを取って、ガチアサリが、あ、9、あと1つ取りたい。あと1つ取って、それでできた。マルチミサイルで牽制をしてからルートを作れない。あれは1つ取り忘れが痛い。ただこの編成、味方の動きを見ているとルートを作るということはありそう。さあバリアを壊した。しかし無理はしません。ここでしっかりと作っていきながら、あと一つという状況を作っていきます。さあそしてバリアが戻る。前方に敵がいますが、これをマルチミス、ロボットボムで牽制する。相手はクイックボム、裏に入れてさらに奥に押し込んでいく。アサリ9持ってるので、これを落とされたくはないが、ここで落とした。さあ1つ拾って、ガチアサリ3乗、マルチミサイルでロックオン。さあゴールに向かっていけるかどうか。ルートはできているかどうか。これでルートができて運べるか。運べない。そう簡単にはさせてくれません。ただ今回はこういった形何回か作れそうな雰囲気はします。しつこく続けていけば1回はいけるかというような状況。しかも味方リードという状況で、さあもう1回作っていく。
相手のガチアサリもできているが、それは守りを任せて、さあ相手がここにいないことを祈りながらロボットボムで牽制。あー左にいた。しかしここはガラ空きだ。入った。ガラ空き状況をうまく使っていきました。ローラー落とした。これはこの局面取ってるのは大きいぞ。しかしアサリが運ばれてこない、運ばれてこない。結局ガチアサリを入れただけだったでしょうか。もう一度作ります。これはもう自分がもうどんどんアサリを取って一人で運んでいった方が、まあ、味方がもちろんついていてくれるに越したことはないんですが、今のを見ているとなさそうだが、ただカモンでは呼んでいる。ここは取られたくない。さあ9、8、9、ここで作った。もう積極的にガチアサリを作っていきます。さあもう一度同じようにマルチミサイルロックオン。ナイス玉が飛んできた。今度はナイス玉です。さすがに1回やられてしまったパターン、相手も学習しますので、そう簡単には同じようなルートでは運べない。さあ今度は裏をつくようなガチアサリを落としに行ったが、どうだ、落とせるか落とせない。うん、一人やられてしまった。さあガチアサリ相手が持っているが、あ、しかしここは自分のエリアにアサリが多くあります。6つ7つ、あと3つ、あと3つ、これはルートを作ってもらいながら3つ欲しいがまだないか。ない、ない、アサリがない。一旦マルチミサイルバリア壊した。さあ今度は6つ持っていたアサリを投げ入れる、投げ入れる。どうやら味方もガチアサリ上からこの位置から投げていきました。そして相手のガチアサリを奪われない。もう一つ入った。これを入れられるかどうか。どうだ、入るか。あーっと、これはもう時間が来ていた。バリアを戻されてしまいました。さあ残りは10秒です。積極的に一人で運んでいったのが功を奏しました。もう一回くらい作れるかどうかというところ。今度は相手も積極的に来ている。ただガチアサリを相手が持っているので延長戦。これはもう入れられたくないが、やられてしまった。そして運ばれる。クイックボムでやられてしまって、ナイスダム。おお、ここは味方がうまく抑えた。貫通できるかという状況ですが、さあまだ奥にガチアサリがある。あー、完封。味方が守っている間に自分一人で攻めていく形。ただ相手もかなり押していました。今回はそちらには関わっていなかったんで分かりませんが、味方のゴール前は必死の攻防戦があったかもしれません。その隙をつくようなガチアサリのシュートという形になりました。3戦目、ガチアサリ自分一人の立ち回りといった感じで勝利をつかんでいます。ということで、この動画が良かったよという方、ぜひ高評価お願いします。そしてチャンネル登録もお待ちしております。行ける時に突っ込んでいくのがガチアサリの鉄則。じーっと待って、ここは本当に時間が来るかどうかという状況だったんですけどね。では次の動画でまたお会いしましょう。